俺たちはもうダメだ。すまん、今の気は終わりだ。どういうことですの？あんな遠く切っといて。ごめんなさい、すいません。まさか東京が舞台なんて予想してないです。特にここは無理です。もう雨です。もう僕たちは役に立たないで申し訳ないです。まさかここがマスターたちの世界なのでございますか？あなたはモテモテだった。世界中の女の子にモテてモテて追いかけられる日々のあなた。しかしそんなあなたの心中にはただ一人と決めている思い人がいるのであった。しかしそんなあなたもあまりに多くの誘惑が続けばその思いもブレてしまう。多くの誘惑をかいくぐってあなたは思い人に愛を届けられるのか。リビング・フォア・デッドシリーズ番外、ラブ・フォア・ラベット2、恋の弾丸あの子に届け。確認させろ。ここは架空の場所、実在しない場所、つまりあんたらが想像で作ったゲーム用の仮想空間だと。その通りですが何か。脅かすんじゃねえ。やっさ、ドライバーがいつかフラッシュバックしたじゃねえか。何をそこまでお怒りになっているのか。このステージにご不満が。不満どれどれだ。何が悲しくてこんなステージにした。精神攻撃か、嫌がらせか。オーブ連合の若者に昨今人気の高い SF ステージで特に意図はございませんが、とにかくご安心を。ゲームの中ですからある程度のことは大丈夫でございます。あ、道理で日の光を浴びても大丈夫なわけだな。シロ落ち着け、ここは東京じゃない。似てるだけで連中が想像で作った場所だ。そうだ、ここはゲームの中だ。ヘルプラとかしつけとか空き場ズピップとかゲームの中なら大丈夫だ。ゲームの中？うん、わかった。よし、もう大丈夫だ。始めてくれ。うん、それでは皆様ルールをご説明させていただきます。まずは足元の箱をご覧ください。皆様にはそちらの銃で迫ってくる NPC たちを撃っていただきます。で撃つのかよ。時に撃ち、時に爆破してメロメロにしていただきます。逆断かよ。メロメロにされた女の子は皆様に愛の力を託して消えます。メロメロ感から放たれるのはラブパワー、つまり皆様の愛の力です。これメロメロ感って名前なのか。一方、皆様の誰かがイズナに撃たれますとイズナの愛の奴隷になります。寝返るって言おうぜ。世界中の女の子が自分に振り向く中、思い人だけは振り向いてくれない。その愛の力を伝えてメロメロにするのがこのゲームの目的となる。以上、説明書より。要するに片っ端から女の子を振って回れって。何様だ。つまりイズナは4人を惚れさせてハーレムエンド狙い、俺たちはイズナを単独狙い。そうなりますな。
最後に一点、そちらの仮想空間では魔法の類が使用できませんのでお気をつけください。どうです、さらにルールの詳細は必要でしょうか。いや、やりながら確認する。一丁試してみるか。メロメロガンを撃つとラブパワーを消費する。 NPC を撃破することでラブパワーを回復できる。 NPC に触れられるとラブパワーが減り、ラブパワーが尽きると NPC は寄りつかなくなる。あれ、どうしたんですの。ただしメロメロガンを撃つためのエネルギーがなくなり、事実上戦闘不能になるか。で、仲間を撃つとどうなんだ、じいさん。ラブパワー切れを回復させることができ、さらにイズナに撃たれ愛の奴隷になった仲間を救出することもできます。ただし一時的に撃った相手の愛の奴隷に。ああ、マスター。ああ、我が妹よ。こんな近くにこんな愛らしく愛おしい女性がいたと、今の今まで気づかなかった己の両目を、ああえぐり取ってしまいたい。ダメ、シロたち今日は一部リール初期シロ。これがマスターの文献にあった三角関係のネトラルでございますね。恋愛感情を許さない私にすら何やらそそるものが。ジブリール、後でお仕置き。お許しください、シロ様。愛の奴隷状態では完全に機能が停止して自分をコントロールできなくなるのか。ステフ、ここまでのルール理解できたか。はい、ルールなんて必要ありませんわ。そんなもの知らない。当然理解できてないな。じゃあここをこうしてこうして、で人差し指引いてみる。私一体何を。パパなんて素敵なわ。たくやはり物に当たると跳ね返るのか。この超弾性能が鍵だぞ、シロ。任せて。それとゲームの中とはいえ体力は現実とさほど変わらない。くれぐれも走るのは最低限にな。よし、行くぞ二人とも。ようやく本番スタートってところかしら。どう、フィー見えてる。はい、感度良好。グラミーのお目目バッチリいただいてるのですよ。ほんとワービーストからしたらたまったもんじゃないわね、こんな魔法。この術式維持するの大変なのですよ。でもクラミーのために頑張るのです。ワービースト、その身体能力は物理限界にさえ迫ると言われている。そんなとんでもない種族を相手にどう戦うのか見せてもらうわよ、ソラ。なあ、イズナさ。最後にゲームを楽しいって感じたの。ゲームの醍醐味か。ならばできるか。ターゲット、ノープレイヤーキャラ、コットンパンツとかで布の厚みマックス 1mm、 12時方向、距離20050、射角93、弾速300メーターセカンズ、許容着弾誤差 0.5mm 未満だが、俺ならやれる。ファイヤー、ハッハー。何、バカ種族。何を楽しそうにしてやがるです。負ければたくさんの人を不幸にするから勝たなきゃいけねえです。でも勝てば相手は、よっしゃー、ブラッパカリー、手ぶらっと分かってた。楽しいなんて感じたことあるわけねえだろ。です、
この足音は。白です。こっちに来やがれです。驚いてる頃だろ、イズナタン。世界中のコアシューターがひしめき合う FPS というジャンルにおいて不動の記録を叩き出したのは俺じゃなく、シロだ。無駄。悪魔的なまでの計算能力によって敵の動きを把握。そこから導き出される行動パターンから射撃可能時間まで織り込んだ未来予知に迫る偏差射撃と回避行動は、まるで撃った弾が避けて通り、白の弾がお前を追尾して襲ってくるようだろ。デタラメじゃねえか。逃げるしかねえ。ジブリールです。目くらましのボムです。あれ、飛べないんでした。ジブリール、待ち伏せしていた空の射撃を発砲されるより前に察知し回避するなんて、これがワービーストの第六感でございましょうか。バカ言うな。それができたら第六感じゃない、未来史だよ。では、ああ間違いない。チート、つまりズル、イカ様なのですよ。なるほど、証明できないイカ様。第六感と言い張られたら終わりだものね。やはり奴らはこのゲームを知っていた、我々以上に。だがイズナ、奴らはその下の通路にいる。シロは疲れ切って動けない。今のうちに攻め落とせ。言われるまでもねです。いかに小賢しい戦術を組もうとも、奴らに勝ち目などない。ついに防衛戦に回ることになっちまったか。たく、頼むぞシロ。初手で決められなかった以上、ここからはアドリブだ。アドリブ。ゲームを熟知しているチート使いを相手に純粋な勝負で対抗しようって、それってつまり
ここであったの100年目今までの恨み、そしてイズナ様のため、そのジブリーのってばいけず、私置いてみんなのどこ行ってたんですか。こいつ連れてきても失敗だったかな。この心臓もうるせえです。最後にゲームを楽しいって感じたのいつ？うるせえです。シロ様、次の戦術を。ジブリール、うるさい。マスター、やはり無茶なのでは。いくらシロ様でも。いや、できる。ゲームで俺にできないことはシロができる。いつだってそうだったし、これからもそうだ。いい、シロを信じる。ああ、兄ちゃんがお前を疑ったことあるか。じゃあ兄、今度は兄の番ね。あ、何？かばったシロ様の行動、私には理解できないのですが。ああ、俺は理解してるから気にすんな。シロは答えを出せなかったんじゃねえ。あれ自体が答えだったんだ。あれは空白、つまり俺たちだ。シロが敵になることまで含めて空白の力、つまり残った俺が約束された勝利に導く魔法のような数式を完成させると、そういうことだろ、シロ。ジブリール、イズナの相手をして時間を稼いでくれ。それはよろしいのですが。別にあれを倒してしまっても構わんのだろう。で、ございますよね。一応ツッコミ入れておくぞ。それ死亡フラグ扱いになってるから。なんと。では普通に倒してこようと思います。省けました。あ、どこ行きやがったです。ごきげんよう、犬っから。はて、騎士官がございますね。私が以前東部連合に挑んで、そして負けた時の対戦相手、もしやあなたでございますか。マスターには時間を稼げと言われましたが、せっかくです。楽しみましょう。チートの限りを尽くし、気の済むまで恥の上塗りを重ねてくださいませ。フィールドの違いでどうにかなる問題じゃない。どうしろってんだよ、シロ。このまま屋上まで逃げて、いや、それも読まれてるか。どの道すぐに追いつかれ。待て、おかしくないか。シロはどうして走って追いかけてこないんだ。走ればやれるタイミングなんていくらでもあったんじゃん。くれぐれも走るのは最低限にな。そもそもそう言ったのは俺じゃねえか。これを読み違えたらきついな。でもまあ、
さてシロ、兄ちゃんそろそろ限界だわ。引きこもりにこの仕打ちはないんじゃないですかね。今さらこんなところでお兄ちゃんがミスるわけには引かねえだろ。シロ、お前が思いつきもしないことがあるとしたら、それは俺が避けようとしないことだろ。兄ちゃんも大好きだぞ。イズナ、今だ。手こずらせてくれやがったな、です。このために走らず体力温存してたんだよな、シロ。兄、大好き。バカな。空に撃たれた直後でまだ自由に動けないはず。パンツがないです。まさか本当にパンツだけ狙い撃ちしたというのか。やっと気づいたか。シロは最初から一度もお前の味方になってねえんだよ。服に当てて着弾を偽装しやがったです。はめられたけど、それだけのことです。甘いです。最後にゲームを楽しいって感じたのいつ？もう一息じゃ！パワーを空白に！いいですとも！